ほー、田中夏樹です。はい、今日は私今青森県の八甲田山に来ております。ちょっと今景色もすごいいいんだけど、まず今どこにいるかっていうのをちょっと説明。ピーこれから今ロープウェイが出発する時間になってます。今いるのがここ現在地、このロープウェイ山頂公園駅にいて、で行きたいのがこの赤い線の部分も行きたいし、できればあわよくばここの湿原も見に行きたいなと思ってるから、ここの湿原展望台まで行こうかな。まあ、あと時間あったらちょいちょい見れたらなって思ってます。この青いところが1時間コースになってます。で、私が今予定しているのは30分コースということで、今回は八甲田山ネイチャーデート、それでは行こう。なんと今日さ、すごい天気が良くて青森市街まで見えますって書いてたの。だけどね、今来てみたら市街どころじゃない、もう奥の山まで見えた。ほら、あそこ一番大きい岩木山うっすらだけど見えてる。で、あっちの方が青森市の方ね。ちょうど光当たって見えてる。今ここにいて、建物がこっち側なんだけど、建物の裏側の方行ったらもしかしたら下北半島まで見えるかもしれないっていう。ちょっと今日はね、いろいろ見ようね、本当に。今ちょうどまあ秋にもなってない、ちょっと手前だから紅葉も少ししかない、まだ緑が見れる時期だからね。遊歩道入り口30分コース。前回ね、八甲田ロープウェイ来た時にちょうど紅葉は綺麗だったんだけど、霧で辺りが本当に見渡せなくて、歩くのもちょっと寒さでちょっと断念したんだけど、今回は気温がまだ12度、ちょっと12度は寒いけど、まだまあ大丈夫な気温だしね。侵入者たちかと思った。なぜの、へえ、どこにいるの。あ、でもよく見るやつだね、音楽って。わー、こんなに狭いの私ね、多分学生時代の頃一回だけ登山で来たんだけど、それ以来来てないから、本当に十何年ぶり。で、ちょっと今回はコロナの対策もあって、ロープウェイ内はカメラ撮影が禁止だったから、ロープウェイの中身が見せれなかったので、もう実際にみんな来てロープウェイの中は確認してください。おお、ちょっと開けた。はい、ここがどちらさんですか。どこだろう、何かが見えるはずなんだが、まあ、さっきの反対側なのでこっちが太平洋側になってると思われる。はい、なんか出てきましたね。八甲田火山だって。正面一応なる噴火口の跡が残されています。正面の山、噴火口の跡ってのあれかな。山頂に行くと無料でガイドさんがボランティアやってて、その人に申し込みすればその人と一緒に歩きながら山の説明とかいろんな情報を聞きながら一緒に歩くことができるっていうのもあるから、そういうのやりたい人は申し込めばすぐできるみたい。多分あそこだよね。ここで見るとめっちゃわかりやすい、あのオレンジの芝生みたいなところね。と奥にもあるし、左側にもある一本橋渡ってるって感じだね。出てきたで、30分コースの分岐点です。こっちに行けば30分コースで、逆の方行けば60分コースになっております。あ、湿原展望台あるじゃん。ちょっと先に湿原展望台見に行きます。 70m。 いやー、本当に空気が気持ちいい。透き通ってるから、もうめっちゃ呼吸がしやすいの。鼻詰まりがすごいスッて通る感じ、ほんと。あー、こんな感じなんだね。やっぱりなんか着きました、ここ展望台。湿原ってこれかな、多分思ったよりもすごい小さいコンパクトな湿原になってて、でパヤパヤっと入ってる草が。でこれによると左半分が八千菅の群落、こっちね。で右半分は深山ホタルイの群落って書いてて、確かに生え方が全然違うの。ここの、おいびっくりした。ここの遊歩道さ、もう一本道がずーっと続いてて、草ぼうぼうだから、次どんな道が続いてるんだろうとか、どんな景色が見えるんだろうって全然さっぱり見当がつかない、本当に。
はい、すごいね、今心地いい風ちょうどいいわ。もういきなり下がる階段になったよ。かわいい階段、またさらに下がる。しかも若干階段が斜めってマジ斜めってる。もうトリックは後並みだよこれ。オッケー。あそこすごい雲がよく流れてるのが見える。ほらグレーの雲がやっぱ空に近ければ近いほど雲の動きがよく見えるっていう。でも今日全然風がないから歩きやすいんだよ本当に。超ナイスタイミングな時に来れた。昨日とかはあの視界50メートルですとかさ書いてたんだけど、今日は青森市街まで見えますってちゃんと書いてたから本当にいい天気でよかった。なんか見えてきたよ。おーすごいじゃんここ。何こんな景色見れるの。さっきとね見た角度が違うとこんなに変わる。風も全然ないし穏やかだし、あなんか多分ここでハイジが寝っ転がれそうな感じの絵が撮れるよ本当に。風がこう吹いてて雲がブワーって流れてるから、すごい幻想的じゃない。こっちはすごい綺麗に見える。で真反対がもう霧、何も見えなくなった一瞬で、今1分間ぐらいでこんなに景色が変わった。私たちが今進む方角がこちら真っ白です。ちょっとこうなるとさ、クマ出てこないかなとか心配になってくるよね。ちょっと早歩きで行こう。来たよネイチャーゾーン。ここはもう背が高い人は鏡見ながら行かないといけない。おージャングルやジャングル。ただいま分岐でこっちが登山道で、こっちが遊歩道なのでちょっと今こっち行きます。すごいね、結構遊歩道っていうけど結構険しいよ。こっちの後ろの景色もめちゃめちゃかっこいいよ。ポツリポツリとこう、まあ、木が生えている感じなんだが、太陽がねいい感じに当たってるから、何体がポカポカしてる、歩いてるのもあって12度とは思えない。結構高めだよ肌感。もう足元も草だらけ本当に。最近草をかき分けて歩くことって、車もそうだけど多いわ。暑い。もう12度とは思えないこの暑さ。久しぶりにいい運動しているわこれ。わーお、これは素晴らしい。私より身長高い葉っぱばっかり。遊歩道って名前聞けばさ歩きやすいのかなって思うけど、そんなことないからね。みんなこういう遊歩道もあるからね。もうああすごい。もう足元をちゃんとね見ながら歩かないと本当にダメ。もう必ず来る人は歩きやすい靴で来るべしで本当に。おーなるほどね、これちょっと高いところから見下ろせるんだね。湿原きれいきれい。最初にうちらが行ったところがあそこ、あ白いとこね。結構歩いてる。ロング階段気をつけて。はい、ここけなしたいっていう名前で、もうその名の通り毛がない。あそこらへんねちっちゃいね湿原もあって、奥には多分あれ登山道かな、細い道あるから、あそこらへんも多分見に行けるんだよ。行きたいね。多分すごい遠いんだと思う。はあ、いい景色だね本当に。着いたあーすごい。日が暮れてきたんだな。まだまだ景色見えそうだよ。あ、ちょっと降りてっちゃった。このロープウェイが今の
時期だと20分おきらしくて、だから例えば3時、3時20分、3時40分みたいな感じで見えるね、こっからここ、岩木山で、その隣が白神山地、ちょっと映らないけど、で、方角で言うとこっちが北、南。いいね、ここら辺とかの太陽の隙間からこもこもこぼれる光、すげえいい。はい、展望台登ってきました。あら、まあ綺麗だよ、本当に。わあ、今ちょっと雲来ちゃった。ほらもう。はい、ということで今回は八甲田山のハイキングコースで散歩がてらのデート気分を味わってみました。すごい今の時期ぶっちゃけ気温がちょうどいいなって思った。今あの下の方だと20何度で、今山頂の方が12、3度なのね。めっちゃ雲に覆われたなんだけど、本当に歩いてればポカポカ暖かくなってくるし、私がこの今ちょっと姿でもちょっとまだ体が暖かくて本当にちょうどいいベストな時期なので、なんかある意味歩いハイキングしに来るにはこの時期がいいんじゃないかなって思いました。まあ紅葉もね、もうちょっとすれば綺麗に染まるからね、その時期もすごいいいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。歩いてみたいなとか旅に出かけたいなって思った人はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあバイバイ。